ただいまから決算特別委員会を開会します。本日の会議を開きます。次に説明委員の出席は本会議と同じでありますが、特に本委員会には課長級から班長級までの職員の出席を認めておりますので、ご了承願います。委員長からお願いを申し上げます。質疑を行う際には決算書のページを述べてから関係する項目の質疑を行うようお願いします。議題外および範囲を超える質疑は行わないようお願いします。合わせて質疑および答弁は簡潔明瞭に発言いただき、効率的な議事運営にご協力をお願いします。また重複する質問は避け、質問者の要望や事故の意見で終わることのないようお願いします。次に本委員会に付託されました議案第41号から議案第48号までの決算認定8件を一括上呈します。上呈しました決算認定について、会計管理者から決算の概要について説明を求めます。会計管理者。令和4年度三戸町歳入歳出決算について、その概要をご説明申し上げます。はじめに一般会計でございます。決算書11ページをお願いいたします。令和4年度の一般会計は歳入総額73億8851万円、歳出総額70億5947万5000円で決算され、歳入歳出差引額は3億2903万5000円となっております。実質収支に関する調書4、翌年度へ繰り越すべき財源のうち括弧2、繰り越し免許費繰り越し額1876万7000円を差し引きますと、実質収支額は3億1026万8000円となります。実質収支額から地方自治法第233条の2の規定により、財政調整基金へ1億5600万円を積み立てし、1億5426万8000円を令和5年度へ繰り越ししております。一般会計歳入歳出決算につきましては、決算書1ページから10ページまで間および項により記載をされております。また一般会計歳入歳出決算事項別明細につきましては、12ページ以降に間項目により記載をされております。詳細につきましてはこの後各担当課長から説明がございます。それでは歳入につきまして、決算書1ページから6ページによりましてご説明をさせていただきます。まず地方公共団体が自主的に収入できる財源であります自主財源は、1ページの一貫徴税、3ページの12貫分担金及び負担金、13貫使用料及び手数料、16貫財産収入から5ページの20貫諸収入まででございますが、その収入積み額の合計は16億1879万6000円で、歳入全体に占める割合は 21.9% となっております。これに対しまして、国県から交付される財源であります依存財源は、1ページの2貫地方剰余税から3ページの11貫交通安全対策特別交付金、14貫国庫支出金、15貫県支出金、5ページの21貫調剤でございますが、これらの合計額は57億6971万4000円で、歳入全体に占めます割合は
78.1% となっております。歳入の割合順では10巻地方交付税が33億9028万3000円で歳入全体の 45.9%、 また14巻国庫支出金が9億7905万6000円で 13.3%、 1巻徴税が8億8813万9000円で 12.0% を占めております。次に15巻県支出金が5億6286万4000円で 7.6%、 21巻徴税が4億9590万円で 6.7% となっております。歳入全体を前年度と比較をいたしますと4482万7000円の減、割合では 0.6% の減となっております。次に歳入の増減額につきましてご説明をさせていただきます。歳入の増額が大きかったものは、まず15巻県支出金が9012万7000円の増で、増額の主な理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症総合対策事業費補助金4300万円の増額、令和4年度子育て世帯臨時特別給付金事業補助金2486万8000円の交付によります。次に17巻寄付金が6822万5000円の増となっております。一方減額が大きかったものは、まず21巻徴税が1億480万円の減となっております。次に14巻国庫支出金が9309万2000円の減となっております。次に10巻地方交付税が3270万4000円の減となっております。引き続き歳出につきまして決算書7ページから10ページによりご説明をさせていただきます。歳出の割合順では3巻民生費が17億560086万5000円で歳出全体の 24.9%、 また2巻総務費が13億8642万9000円で 19.6%、 4巻衛生費が11億7139万3000円で 16.6% を占めております。歳出全体を前年度と比較をいたしますと7225万8000円の減、割合では 1.0% の減となっております。次に歳出の増減額につきましてご説明をさせていただきます。歳出の増額が大きかったものは、まず7巻商工費が1億5735万1000円の増となっております。次に11巻災害復旧費が8445万9000円の増となっております。一方減額が大きかったものは、まず2巻総務費が1億9084万6000円の減となっております。次に3巻民生費が1億441万9000円の減となっております。次に8巻土木費が6351万3000円の減となっております。以上が一般会計決算の概要でございます。次に特別会計についてでございますが、町立学校給食共同調理場特別会計、町営簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、国民健康保険事業勘定特別会計、これら6つの特別会計の歳入総額は35億7213万2000円、歳出総額は33億8807万1000円となっており、実質収支額は1億8406万1000円の黒字となっております。また、これら6つの特別会計は
各会計いずれも黒字決算となってございます。次に特別会計における基金への積み立てでございますが、介護保険特別会計では実質収支額のうち3153万1000円を介護保険給付費準備基金に積み立てし、国民健康保険事業勘定特別会計では実質収支額のうち634万9000円を国保財政調整基金に積み立てをしております。最後に国民健康保険直進勘定三戸中央病院事業特別会計についてでございますが、収益的収入及び支出につきましては収入決算額20億8612万3000円、支出決算額は17億3820万3000円で決算され、収支差し引き額3億4792万1000円となりました。次に資本的収入及び支出ですが、決算書では242ページから243ページにあります通り、収入は2億3809万9000円となり、支出は3億1831万6000円となりました。事業の詳細につきましては、決算書の248ページ以降に令和4年度事業報告書として記載がされておりますことから説明を省略させていただきます。以上で一般会計及び特別会計の決算概要についてご説明を終わります。何卒適切かつ十分なご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。次に代表監査委員から審査意見の概要について説明を求めます。馬場代表監査委員。監査委員を代表いたしまして、私から令和4年度三戸町一般会計及び各特別会計決算につきまして審査の概要を申し上げます。決算審査にあたりましては、提出された歳入歳出決算書及び事項別明細書、財産に関する調書のほか、定期監査や例月水筒検査の結果なども参考にして実施いたしました。その結果、各決算は関係法令に準拠して作成され、その係数は正確であり、また予算の執行状況につきましても適正に行われているものと認められました。なお、審査意見の詳細につきましては、お手元に配布してあります歳入歳出決算及び基金運用審査意見書、財政健全化及び経営健全化審査意見書に記述してございますので省略させていただきます。以上をもちまして決算審査の概要説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。令和5年9月7日三戸町代表開催馬場幸男。それでは議案第41号から順次審査を行います。議案第41号、令和4年度三戸町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。歳入1巻徴税から9巻
地方特例交付金までの説明を求めます。税務課長。令和4年度一般会計歳入の1巻徴税から9巻地方特例交付金までについて補足説明申し上げます。決算書の12ページ13ページをお開き願います。はじめに1巻徴税は1項の市町村民税から4項の市町村タバコ税までの総額であり、一般会計歳入全体の12.0% を占める町の使用財源の一つとなっております。令和4年度の調停額は9億2354万2000円で、前年度より630万円率にして 0.7% 増となり、収入済額についても8億8813万8000円で、前年度より722万4000円 0.8% の増となっております。一方、徴税全体の収納率については前年度の 96.0% に対し 96.2% と 0.2 ポイント上昇しております。これを現年課税分と滞納繰越分とに分けた場合、現年課税分の調停額合計は8億9120万円で、前年度より875万6000円 1.0% の増であり、収入済額の合計は8億8079万1000円で、前年度に比べ877万8000円 1.0% の増収となっております。一方、収納率は前年と同率の 98.8% となっております。次に、滞納繰越分の調停額合計は3234万2000円で、前年度より245万6000円 7.1% の減であり、収入済額の合計も734万7000円で、前年度に比べ155万3000円率にして 17.5% 減少いたしました。収納率は前年度の 25.6% から 22.7% へ 2.9 ポイント減少しております。次に、徴税に関する不納欠損額581万7000円は、地方税法に規定する時効などにより債権が消滅した115名分の不納欠損処分の合計額であります。また、調停額から収入済額不納欠損額を差し引いた2958万5000円が収入未済額となりますが、前年度より275万5000円減少しております。次に、個々の税目の現年課税分についてご説明いたします。1項1目個人市町村民税の調停額2億8380万6000円は、前年度より89人少ない4252人に対して付加したものです。金額で867万2000円、率にして 3.0% の減となっております。収入済額は2億8171万6000円で、750万3000円の減額となりました。収納率は 99.3% でした。1項2目、法人市町村民税の調停額は、特定業種の業績悪化により前年度より112万8000円少ない4476万3000円で 2.5% の減となりました。収入済額は4458万8000円で92万4000円、同じく 2.0% 減少いたしました。収納率は 99.6% でした。2項固定資産税の調停額は、1目と2目の現年課税分を合計すると4億2629万2000円で、新築家屋や焼却資産の増、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者に対する軽減措置の廃止などから、前年度より1173万1000円、率にして 2.8% の減となっております。また、収入済額の合計は4億1894万円で、1048万5000円、率にして 2.6% の増となりました。収納率は 98.3% でした。3項軽自動車税の調停額は、1目と2目の現年課税分を合計すると4279万2000円で、
環境性能割交付金の増などにより前年度より79万5000円、率にして 1.9% の増となっております。また収入済額の合計は4200万円で68万9000円、率にして 1.7% の増となっております。収納率は 98.1% でした。4項市町村タバコ税について、令和4年度の売り渡し本数は加熱式タバコにかかる本数換算の見直しなどから前年度より40万6000本多い1427万7000本となりました。さらに令和3年10月から税率が引き上げられたため、調停額収入済額は前年度より 6.9%、 金額で603万1000円増額の9354万5000円となっております。徴税の収納対策につきましては、納税者の利便性向上のためコンビニ収納のほか、毎月月末の夜間相談窓口も引き続き設置しております。滞納者に対しては訪問や電話催告等の納付勧奨を行うなど、年間を通じて収納対策に取り組んでおります。また納付に応じない滞納者については、青森県市町村税滞納整理機構や三八地域県民局県税部へ徴収権を移管し、債権差し押さえ等の滞納処分を進めております。令和4年度の新たな移管は県税部に10人、滞納整理機構に27人で、収納金額は県税部が51万3000円、滞納整理機構が446万円となっております。14ページ、15ページをお願いいたします。2巻、地方譲与税は9149万3000円と前年度より185万6000円の増収となっております。1項1目、地方揮発油譲与税はガソリン1キロリットルにつき税率5200円が課税されており、そのうちの 58% が都道府県、42% が市町村に譲与されるものです。調停額、収入済額ともに前年度より95万9000円少ない1849万8000円となっております。2項2目、自動車重量譲与税は国税である自動車重量税の 40.7% が市町村に譲与されるものです。前年度より26万1000円少ない5537万1000円が譲与されております。これら2つの譲与税は市町村ゾーンの延長と面積に応じて安分された額が各市町村に譲与されております。3項1目、森林環境譲与税は温室効果ガス排出削減目標の達成と災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保することを目的に令和元年度に創設されております。令和4年度は譲与基準となる統計調査の数値が更新されたことに伴い、前年度より307万6000円多い1762万4000円が譲与されております。次に3巻1項1目、利子割交付金は前年度より15万5000円少ない31万4000円となっております。利子割交付金は預貯金等の利子に課税された都道府県民税の一部が市町村に交付されるものです。4巻1項1目、配当割交付金は前年度より35万3000円少ない179万1000円でありました。配当割交付金は株の配当金などに課税された都道府県民税の一部が市町村に交付されるものです。5巻1項1目、株式譲渡所得割交付金は前年度より80万4000円少ない119万9000円でした。株式譲渡所得割交付金は株を売って得た所得に課税された都道府県民税のうち、その一部が市町村に交付されるものです。なおこれら3つの交付金は県の税率がいずれも 5% で、市町村に交付される割合は県の税収全体の 59.4% となっており、これを個人県民税の額に応じて安分した額が各市町村に交付されております。16ページ、17ページをお願いいたします。6巻1項1目、法人事業税交付金は法人市町村民税、法人税割の税率改正に伴う減収分の補填措置として、県税である法人事業税の一部が各市町村の法人税割額及び従業者数に応じて県から交付されたものです。令和4年度は法人事業税からの交付率が令和3年度を上回ったことから、前年度より112万円多い1168万1000円が交付されております。7巻1項1目、地方消費税交付金は都道府県に国から払い込まれた地方消費税の2分の1が
人口などで安分されて各市町村に交付されるものです。消費の動向が影響し、前年度より176万5千円少ない2億2399万6千円が交付されております。内訳では従来分が28万2千円増額、社会保障財源化分が204万7千円減額しております。発刊1項1目環境性能割交付金は、都道府県に納められた自動車税環境性能割の 44.65% が市町村道の延長と面積に応じて交付されるものです。環境性能割は自動車所得税に相当するものとして令和元年10月に創設され、令和3年12月までは臨時的に軽減税率が適用されておりましたが、令和4年1月からは適用されておりません。これにより交付額は前年度より68万4千円増額の654万3千円となっております。9巻1項1目地方特例交付金では、住宅ローン減税に伴う減収補填分373万7千円が交付されております。前年度と比較して174万5千円の減となっておりますが、これは環境性能割の臨時的軽減に伴う減収を補填するものとして、令和元年10月に創設された自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金が令和3年度で廃止されたことによる減となります。また新型コロナウイルス感染症対策減収補填特別交付金も令和3年度で廃止されており、令和4年度は9巻2項1目が廃目となっているため、9巻全体の前年度比較では944万6千円の減となっております。以上、1巻徴税から9巻地方特例交付金までの収入済み額の合計は、昨年度より163万8千円少ない12億2889万3千円となっております。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。質疑を終結します。次に、歳入10巻地方交付税から21巻調査員までの説明を求めます。総務課長。歳入10巻地方交付税から21巻調査員まで、主なものにつきまして補足説明を申し上げます。16ページ17ページをお願いいたします。10巻1項1目1節地方交付税でありますが、普通交付税特別交付税合わせて33億9028万3千円となっており、前年から3270万4千円の減となっております。11巻1項1目1節交通安全対策特別交付金85万6千円は、交通反則金を原資とし、町が行う交通安全施設整備の財源として交付されたものであります。18ページ19ページをお願いいたします。12巻分担金及び負担金でありますが、1項1目民生費負担金の主なものは、2節児童福祉費負担金にあります保育所入所児童保護者負担金272万1千円で、延べ139人分の負担金となっております。病後児保育保護者負担金180万円は、6ヶ月時から12歳児までの病気回復期における利用者1名分の負担金となっております。4目教育費負担金1節教育総務費負担金にあります、教育研究所指導主事給与費負担金902万1千円は、三戸地方教育研究所に配属している指導主事1名分の負担金であります。13節1項1目1節
総務管理使用料のコワーキングスペース利用料8万2000円は、延べ479人が使用したものであります。20ページ、21ページをお願いいたします。4目3節、住宅使用料の町営住宅使用料1255万4000円は、町営住宅11団地入居分126戸にかかる使用料であります。5目1節、社会教育使用料の歴史民俗資料館入館料67万9000円は、入館者3631人分の料金であります。2項1目2節、戸籍住民台帳手数料における各種証明等交付件数の合計は12561件であり、手数料収入の合計は453万6000円となっております。22ページ23ページをお願いいたします。14巻国庫支出金でありますが、1項1目1節、社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金1億5626万3000円は、町が行う障害福祉サービスに対し国が2分の1を負担するものであります。2行下にあります未就学児平均未就学児均等割保険料負担金28万6000円は、未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減に対し国が2分の1を負担するものであります。3節児童福祉費負担金にあります教育保育施設型給付費負担金1億4304万3000円は、認定こども園等に対する給付について国が負担をするものであります。次の行にあります児童手当負担金6281万1000円は、支給額の一部を国が負担するものであります。2目1節、保健衛生費負担金の新型コロナウイルスワクチン接種費用負担金3860万6000円は、令和4年度中に行ったワクチン接種に対する国庫負担金であります。2項1目1節、総務管理費補助金の新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金2億5139万5000円は、三戸応援商品券交付事業、プレミアム商品券発行事業、エネルギー価格高騰対策事業者支援金事業など19の財源としたものであります。また次のデジタル基盤改革支援補助金192万5千円は、行政手続きオンライン化申請管理システム導入委託料にあて、2節戸籍住民台帳費補助金の通知カード個人番号カード関連事務交付金699万7千円は、マイナンバーカード交付事業に充てたもの、また住民基本台帳システム改修費補助金272万8000円は、住民基本台帳システム改修委託料に充てたものであります。2目1節、社会福祉費補助金の住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金1734万円及び2行下の前年度繰り越し免許分の住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金2357万4000円は、新型コロナウイルス感染症の影響から住民税均等割が非課税世帯に対し10万円を給付したものであり、電力等価格高騰緊急支援事業費補助金6794万4000円は、
住民税均等割が非課税である世帯に対し5万円を給付したものであります。2節の子ども子育て支援事業費補助金2188万6千円は放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、延長保育事業などに対する国庫補助金であります。次の子育て世帯生活支援特別給付金事業費交付金590万円と事務費交付金200万円は新型コロナウイルス感染症に関して住民税非課税の子育て世帯の児童に対し1人につき5万円を給付した経費と事務費にかかる交付金であります。次の保育士等処遇改善臨時特別交付金640万7千円は保育士等の収入増により処遇を改善するため町内保育施設3施設に対し交付をされたものであります。24ページ、25ページをお願いいたします。3目衛生費国庫補助金の一節、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金4981万7千円は、ワクチン接種体制の整備としてコールセンター委託料及び職員人件費等にかかる費用であります。次の出産子育て応援交付金237万円は出産応援給付金及び子育て応援給付金にかかるものであります。4目一節道路河川費補助金の道路更新防災等対策事業費補助金1549万5千円は加古平橋、中村橋の橋梁補修事業に対するものであります。次の前年度繰越免許分道路更新防災等対策事業費補助金2620万2千円は杉東橋、久保1号橋の橋梁補修事業に対する補助金であり、次の防災安全交付金791万円は町道久慈町留ヶ崎梅内線の舗装補修工事に対するものであります。2節住宅費補助金の社会資本整備総合交付金406万9千円は町営住宅整備にかかる基本計画策定等に対するものであります。5目一節小学校費補助金の学校保健特別対策事業費補助金53万9千円は学校の感染症対策に対するものであります。15巻1項1目一節社会福祉費負担金でありますが、国民健康保険基盤安定負担金4708万9千円は国民健康保険事業において低所得者の割合により公費で負担し国保財政を安定させるための県負担金であり、国民健康保険事業勘定特別会計へ繰り出しをしたものであります。26ページ27ページをお願いいたします。1目一節社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金7647万2千円は国庫支出金に合わせて県からの負担により障害福祉サービスに充てるものであります。2節老人福祉費負担金にあります後期高齢者医療保険基盤安定負担金3276万9千円は保険料の軽減に伴う補填分を県が負担するものであります。3節児童福祉費負担金にあります教育・保育施設型給付費負担金6848万7千円は
認定こども園等に対する経費を県が負担するものであります。次の児童手当負担金1,432万9,000円は児童手当支給額の一部を県が負担するものであります。2項1目1節総務管理費負担金失礼しました総務管理費補助金の移住支援事業費補助金75万円は神奈川県からの1世帯3名の移住者に対し支援金を交付したものであります。また元気な地域づくり支援事業費補助金555万2千円は三戸町プロモーション事業三戸城跡国史跡指定記念事業などに充てて行ったものであります。次の新型コロナウイルス感染症総合対策事業費補助金1400万円は秋祭り出し組等制作運行補助金及び燃料高騰対策事業用車両支援金次の前年度繰越免許分の新型コロナウイルス感染症総合対策事業費補助金3000万円は三戸応援商品券事業に充てたものであります。二目一節社会福祉費補助金の原油価格物価高騰対策事業費補助金500万円は住民税均等割が非課税である世帯に対し1万円を給付したものであります。二目三節児童福祉費補助金の子ども子育て支援事業費補助金2063万6000円は放課後児童健全育成事業地域子育て支援拠点事業延長保育事業などに対する補助金であります。また2行下の子育て世帯臨時特別給付金事業補助金2486万8千円は高校3年生までの子育て世帯に対し児童1人につき2万5千円を給付したものであります。3目1節保健衛生費補助金の出産子育て応援交付金59万2千円は国負担のほか県が6分の1を負担するものであります。2節清掃費補助金の電源立地地域対策交付金1140万円はごみ収集委託予算へ充てたものであります。4目1節農業費補助金の中山間地域直接支払い事業費補助金8407万4000円は傾斜地など耕作不利地域への集落協定団体に対する補助金であります。28ページ29ページをお願いいたします。4目1節農業費補助金の経営所得安定対策推進事業費補助金572万7千円は水稲作付け農家の経営安定などの事業に対する補助金また農業人材力強化総合支援事業費補助金300万円は新規就農者2名に対する補助金多面的機能支払い交付金538万3千円は農業の多面的機能の維持発揮を図る活動組織に対する交付金気候集積協力金交付事業費補助金2993万2千円は老久保・ブスクボ地区の有給農地の解消及び担い手への農地集積集約化に対する補助金新規就農者育成総合対策費補助金450万円は新規就農者3名に対する補助金が主なものであります。3項1目4節選挙費委託金の参議院議員選挙委託金1004万4000円は
令和4年7月10日に執行されたもの、また青森県議会議員選挙委託金は令和5年4月9日に執行された選挙事務に対するものであります。30ページ31ページをお願いいたします。三目一節農業費委託金の中山間地域総合整備事業委託金の691万4000円は農道、農業用用排水などの整備にかかる用地保証事務などの委託金であります。16巻1項1目1節不動産貸付収入にあります土地貸付収入538万7000円の主なものは株式会社青森芝浦電子工場用地貸付料283万9000円であります。光ファイバー貸付収入949万2000円は戸川猿部地区の光ファイバーを NTT に貸し付けた収入であります。2項1目1節土地売払い収入の土地売払い収入575万円は、切萩旧院長住宅を売り払ったものおよび同新町地区の住宅用地を50万円で売り払ったものであります。2節立木売り払い収入の1728万4000円は町有林整備事業による海抜発生財を売却したものであります。32ページ33ページをお願いいたします。17巻1項1目1節総務管理費寄付金にありますふるさと納税寄付金3億2479万2000円は地元産品や11匹の猫などを活用した返礼品により全国の皆様から寄付をいただいたものであります。18巻繰入金でありますがふるさと三戸応援基金取り崩し繰入金9700万円を11匹の猫のまちづくり、城山公園整備、家事を中心とした農業の推進、小中一貫教育、三戸高等学校存続、三戸中央病院、子育てサポートなどの各事業へ充てております。34ページ35ページをお願いいたします。20巻諸収入3項1目1節雑入でありますが町村の魅力発信事業助成金200万円を三戸町観光協会補助金へ充てたほか原子力施設立地振興対策事業助成金1400万円を三戸中央病院医師人件費へ充てコミュニティ事業助成金80万円は上二日町町内会自主防災会の防災資機材の整備に充てたものであります。36ページ37ページをお願いいたします。21巻は歳出における事業の財源として記載をしたものであり主なものといたしましては1項1目1節防災行政無線更新事業費2億3170万円は令和3年度から2カ年で整備をしたものであります。2目2節資料処理施設整備事業債2340万円は放流管更新にかかる負担金3目1節中山間地域総合整備事業債2250万円は農道農業用用排水などの県営事業にかかる負担金4目1節橋梁補修事業債820万円は加古平橋の橋梁補修事業前年度繰越免許分の橋梁補修事業債1600万円は杉戸橋等の橋梁補修事業
町道舗装補修事業債600万円は町道久慈町留ヶ崎梅内線の舗装補修事業、五目一節消防ポンプ自動車整備事業債2720万円は第18分団消防ポンプ自動車の更新などそれぞれの事業に充てております。七目一節過疎地域持続的発展特別事業債7070万円は9つの事業を実施したものであり、その内訳は高齢者等在宅支援事業350万円、子ども医療費助成事業1840万円、子育てサポート祝い金支給事業780万円、教育・保育施設・復職費助成事業400万円、インフルエンザ予防接種事業770万円、三戸高校魅力化推進事業270万円、語学指導事業450万円、小中一貫教育推進事業2050万円、橋梁点検事業160万円となっております。八目臨時財政対策会4140万円は普通交付税の不足分として国から記載の措置がされるものであり、元金利子の全額が翌年度から普通交付税として算入されるものであります。九目災害復旧被災1340万円は令和4年8月の大雨による道路災害復旧費に充てております。以上で歳入10巻から21巻までの補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。次に入ります。竹原委員、聞き間違いだか分かりませんが、19ページの、12巻1項1目180万円でありましたけれども、その内容をお知らせください。総務課長、ただいまのご質問でございます。決算書が19ページになります。民生費負担金の、2節児童福祉費負担金の、病児保育保護者負担金であります。ここを読み間違えました。1800円ということでございます。修正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。住民福祉課長、決算書18ページ19ページの、病児保育保護者負担金でございますが、病児保育施設ジャブを利用した方の負担金でございます。竹原委員、了解。他に質疑はありませんか。藤原委員、ページ数25ページ14巻2項5目のところですけども、僻地児童生徒援助支援費、39万6千円とありますが、現在これに該当する、児童数は何名なのか、またどういった規定が今その僻地ということでなされているか、2点を、説明ください。教育委員会事務局長。25ページの僻地児童生徒援助費補助金についてですが、こちらにつきましては杉沢小中学校
の並行に伴いましての交通費に対して支給されるものです。スクールバスの運行費に対して、その4名がですね、が対象になっておりまして、並行から5年間が対象になるというような補助金の内容となっております。以上でございます。他に質疑はありませんか。澤田委員。私からはページ33ページ、寄付金ですが、一貫寄付金のことで、ふるさと納税寄付金が3億2400何がし入っているんですが、昨年から見ると、6800何がしこう増えているんですが、その件数は大体何件ぐらいあるのか、その返礼品については何で、返礼品の品物は何なのか、それと返礼品1基あたり大体金額はどのくらい見込んでいるのか、そこを聞きたい。まちづくり推進課長。はい、決算書33ページ、になります。17巻1項、1目、1節のふるさと納税の寄付金になりますが、昨年度よりもまず増加した、6800万円ほど増えておりますが、この件数ということでございますが、令和4年度の件数は24,504件でございまして、昨年度の28,000件から約3,700件ほど増えたというものでございます。2点目の返礼品はどういうものがあるかということでございますが、返礼品につきましては全部で159品ございまして、主に三の兵リンゴ、藤井であるとか遥かであるとか、そういう三の兵リンゴのほか、11匹の猫グッズ、ニンニク、さくらんぼ等が上位になっているものでございます。あと返礼品の平均ということでございますけども、まず商品の、寄付額の約3割がまず商品の金額になってございます。逆に言いますと、それなりの金額、5000円であれば、その、10割分というのが、寄付額になるということになります。5000円が3割で、その10割分が寄付額というふうな、ことになります。平均のですね、単純に寄付額が3億2400万ございまして、この件数を単純に2万4000件で割りますと、1件あたりは1万3000円となります、の寄付額となります。この、3割ということになれば、3900円が、平均の、返納費の額というふうになります。以上です。澤田委員。将来ですよ、ですけども、返礼品については今後も同じものとして考えているのか、その点もお聞きしたいんですか。まちづくり推進課長。はい、返礼品について、今後どのように考えているかというご質問かと思います。返礼品につきまして、今年度、令和4年度ですねは、159品と申し上げましたが、そのうち、16品が、新規に、取り扱った商品でございまして、今後も事業者様からのですね、ご相談を受けながら、中身の方、の新しいものをですね、取り入れながら、進めていきたいというふうに考えてございます。以上です。他に質疑はありませんか。
議を終結します。次に歳出1巻、議会費及び2巻、総務費について説明を求めます。総務課長。歳出1巻及び2巻につきまして補足説明を申し上げます。38ページ、39ページをお願いいたします。1巻1項1目、議会費でございますが、この目は町の議会運営や議員皆様の議会活動に要した経費で、議員報酬と議会事務局職員の人件費及び事務費が主なものであります。40ページ、41ページをお願いいたします。2巻総務費についてご説明を申し上げます。2巻1項1目、一般管理費は特別職2名と総務課会計課に属する一般職員の人件費と総務課会計課の事務に要した経費であります。2節給料にあります会計年度任用職員給料1106万8000円は電話交換、公用車、運転手、会計課窓口、庁舎、宿直の合計6名分の給料であります。3節、職員手当の下から5行目の特殊勤務手当800円は、鳥インフルエンザ対応のため、職員が延べ8人対応をしたものであります。5節、災害補償費の療養補償費3万4000円は、行政連絡員の業務中の事故による医療費を補償したものであります。42ページ、43ページをお願いいたします。12節、委託料、職員研修業務委託料27万5000円は、外部講師を招き、ハラスメント研修を行ったものであります。2行下の冷気整備支援業務委託料139万7千円は、地方公務員の定年延長に伴う制度対応のため、冷気の整備をする業務を委託したものであります。13節、使用料及び賃借料のリモート会議ソフト使用料3万3000円は、Zoom ソフトウェアの使用ライセンス料であります。18節、負担金補助及び交付金の在京三戸会参助会費15万円は、東京方面に在住する町出身者から構成される会の活動に対する補助であります。44ページ、45ページをお願いいたします。2目、財産管理費は役場庁舎、公用車、防災無線、光ファイバー施設などの維持管理のほか、基金に関する経費であります。10節、需要費の主なものは庁舎などの電気料1343万4000円であり、修繕費の939万2000円は庁舎などの修繕のほか、光ファイバー放送設備の UPS バッテリー交換の修繕を行ったものであります。12節、光ファイバー施設管理委託料531万円は、町が戸川サルベ地区に整備した光ファイバー網の管理委託を NTT へ委託をしたものであります。防災無線等改修工事施工管理業務委託料273万9000円と、14節の工事請負費の防災行政無線等改修工事請負費2億2901万5000円は、令和3年度から令和4年度の2カ年で
庁内放送設備の更新を行ったものであります。12節に戻っていただきまして、下段の土地鑑定委託料25万9千円は旧院長住宅の売却にあたり鑑定委託を行ったものであります。13節、使用料及び賃借料の光ファイバーケーブル電柱点画料463万6千円は戸川サルベ地区における NTT 中2704本と電話中870本を借り上げたものであります。14節、工事請負費の防風網設置工事請負費24万9千円は三戸中学校跡地へ砂ぼこりなどの対策として網を設置したものであります。次の前年度繰越名許分の役場協調テレビケーブル移設工事請負費114万9千円は馬淵川広域河川改修事業の実施に伴いケーブルの移設を行ったものであります。24節、積立金にありますふるさと三戸応援基金積立金1億6411万1000円は令和4年度のふるさと納税収入額から返礼品などの経費を除いた額を積み立てたものであります。46ページ47ページをお願いいたします。24節、積み立て金の森林環境譲与税基金積み立て金1118万7千円は交付決定額から林道整備等林業振興費に充てたほか基金に積み立て木材利用促進間伐などの目的に使用するものであります。公共施設整備基金積み立て金1億1792万6千円は今後見込まれる町有財産の設備改修更新などの財源として積み立てをするものであります。3目、総合行政情報システム導入費でありますが、この目は役場における事務などを処理する総合行政情報システムの保守や法改正などに伴うシステム改修委託システム借り上げなどに要した経費であります。12節、委託料の庁内情報システム保守委託料359万7千円は住民基本台帳、税、国民健康保険、介護保険、財務会計などの行政事務にかかるシステムの保守委託料であり、システムのクラウド化の導入により前年から1457万1千円の減となっております。行政手続きオンライン化申請管理システム導入委託料385万円は国のマイナポータルサイトから子育て介護保険などの申請手続きができるようシステムの改修を行ったものであります。 AI RPA 導入支援委託料22万円は事務作業の自動化をするためのプログラム作成操作研修会を実施したものであります。13節、総合行政情報システムクラウド利用料2508万円はシステムの使用にあたって庁内に設置したサーバーからインターネット上のシステムへ移行し利用するための経費であり、前年度は年度途中から2ヶ月分の使用であったものに対し令和4年度は1年分の使用となったことにより2090万円の増となっております。 D ボタン広報使用料36万3千円は青森朝日放送が行うテレビデータ放送を活用した情報発信サービスにより町の情報発信を行っているものであります。次の総合行政情報システム機器借上料937万2000円は
システムに使用しているサーバーが2台、パソコンが34台などが7年を経過し、OS のサポート対象外となったことから更新し借り上げをしたものであります。18節負担金補助及び交付金の中間サーバー運営費負担金310万1000円は、マイナンバーカードの情報を全国的に管理するサーバーの運営にかかる経費を負担するものであります。4目交通安全対策費、10節需要費の修繕費21万円、14節工事請負費の交通安全施設設置工事請負費98万8000円は、カーブミラーの修繕を2機、新設が6機、交換を2機行ったものであります。令和4年の町内交通事故発生件数は7件、負傷者は10名、死亡者は0名となっております。48ページ、49ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金の運転免許返納者支援事業費補助金31万円は、自主返納者への移動手段支援対策として1万2000円分のタクシー券を交付するもので、前年度交付者数50人に対し令和4年度58人の増となっております。引き続き三戸警察署との連携を図り、町の交通安全対策に取り組んでまいります。54ページ、55ページをお願いいたします。8目国際交流事業費でありますが、一節報酬は令和4年度において国際交流推進委員会を2回開催した経費であります。10目諸費の12節委託料、コミュニティバス運行委託料2408万1000円は、年間1万3677本のバス運行にかかる経費であります。次のデマンドタクシー運行委託料482万円は、令和3年4月から乗り合いタクシーを運行した経費であり、年間利用者数は1156人となっております。18節負担金補助及び交付金の路線バス減収負担金848万4000円は、広域路線バスである八戸線、田子線を利用した場合にあっても町内の区域において100円で利用ができるよう、正規運賃との差額を負担するものであります。路線バス維持費補助金338万円は、諏訪の平線、田子線など広域路線バスを維持するため、関係する町村と協調し、バス事業者へ補助をしたものであります。60ページ、61ページをお願いいたします。4項選挙費、1目選挙管理委員会費は、選挙人名簿定時登録事務年4回と三戸町選挙管理委員会の運営に要した経費であります。2目参議院議員選挙費は、令和4年7月10日執行の選挙事務にかかる経費であります。選挙当日の有権者数は8320人、投票者数4466人、投票率は 53.68% でありました。62ページ、63ページをお願いいたします。3目青森県議会議員選挙費は、令和5年4月9日執行の選挙事務にかかる経費であります。選挙当日の有権者数は8036人、投票者数3158人、投票率は 39.8% でありました。
64ページ、65ページをお願いいたします。6項1目、監査員費は町監査員2名による月例監査、決算監査などに要した経費、事務費であります。以降で2巻、総務課関連の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。まちづくり推進課長。2巻のうち、まちづくり推進課関係分について補足説明申し上げます。48、49ページをお願いいたします。まちづくり推進課では、人口減少、移住定住対策、ふるさと納税、企画調整、まちづくり、商工観光、雇用、広報、統計、町内会、広域行政など幅広い業務を所管いたしました。令和4年度はコロナ禍にありながらも11匹の猫生誕55周年記念事業をはじめとする事業を展開し、11匹の猫のまちづくり事業の推進を図るとともに、移住定住対策などみんなが集う、みんなで作る、みんなを笑顔に美しいふるさと三戸の実現に向け事業を実施いたしました。ふるさと納税につきましては、主力リンゴの寄付単価を増額するとともに、天候に恵まれ豊作だったことから前年度より件数が約3700件増の2万4504件、寄付金額が約6800万円増の3億2479万2000円を受領することができました。今後もふるさと納税制度の健全な発展に寄与するとともに、寄付金の受け入れによる安定した歳入の確保により、持続可能な財政運営に貢献してまいりたいと考えております。1項5目地方創生推進費からご説明いたします。7節報奨費の借金23万1000円は、対話による共同のまちづくりを推進するため年4回開催いたしましたまちづくり人材塾の講師者キット、東京日比谷ウクロジで行われた三戸町プロモーションイベントにおけるファンミーティング参加者への景品代等です。12節委託料の職員研修業務委託料22万円は、町の若手選手の視点で新たな地域資源の発掘と事業立案を目指して行った観光振興ワークショップ開催等に要した経費です。今後町内関係団体等と連携し、観光事業として確立していけるよう模索していきたいと考えております。23節投資及び出資金の株式取得費716万円は、株式会社三ノ輪設立にあたり共同出資者である読売広告社と取り交わした合弁基本契約約定に基づき、読売広告社所有の三ノ輪株式の買取に要した経費でございます。1株7307円の980株分となります。次に6目文書広報費でございます。7節報奨費は、総括行政連絡員24人分、行政連絡員87人分の借金でございます。50ページ、51ページをお願いいたします。10節事業費の印刷製本費791万3000円は、毎月発行の広報三戸総ページ218ページの印刷に要した経費でございます。次に7目企画費でございます。この目は11匹の猫のまちづくり、ふるさと納税、移住定住促進、地域おこし協力隊、町内会等にかかる経費でございます。7節報奨費のホップ栽培指導等借金8万5000円は、地域おこし協力隊が試験栽培しているホップの栽培指導や
用地の後期作業に対する借金でございます。ふるさと納税返礼品9347万2000円はふるさと納税寄付者へのお礼品の贈呈にかかる経費でございます。お礼品の購入額の上位はリンゴが 71.6% の2億3193万5000円、次に11匹の猫関係グッズが 12.0% の3873万7000円、続いてニンニクが 3.4% の1112万円の順となっております。お礼品の贈呈により全国に三戸町の名を売り込むことができております。その下の町内施設寄贈用図書19万9000円は昨年7月に行われたほのぼの館リニューアル記念セレモニーのご祝儀を活用して町内の保育所、認定こども園、児童館等9カ所に絵本を寄贈したものでございます。11節エクミ費の郵便料2725万3000円はふるさと納税お礼品及び寄付金受領証明書等の発送に要した経費でございます。52、53ページをお願いいたします。同じく11節駅務費のふるさと納税ポータルサイト等手数料2402万円はふるさと納税受け入れのためインターネット上のふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、au ペイ、47クラブの6つのサイトの利用に要した経費でございます。昨年度からの寄付件数が増えたことにより手数料も増加しております。12節委託料では昨年度11匹の猫生誕55周年記念事業として実施いたしましたイベント開催の経費から先にご説明をいたします。八戸市美術館で行われた丸ごとババ登る展とタイアップして7月から8月にかけての計4回実施したババ登るゆかりの地をめぐるバスツアー運行業務委託料55万3000円にはお子さんからご年配の方まで県内外92人の方にご参加をいただき三戸町に足を運ぶきっかけとなる企画となりました。中段にございます熱気球搭乗体験業務委託料51万6000円は10月9日に国史跡三戸城跡城山公園イベント広場で開催されたもので216人にご参加いただきました。11匹の猫パネル制作委託料128万1000円と子どもの観葉展示パネル制作委託料64万5000円、ウォールアート等制作委託料120万3000円は、ほのぼの館リニューアルに合わせ、制作に要した経費でございます。戻りまして、中段にございます。移住者向け用地、分泌測量業務委託料8万1000円は、移住者用地として売却した三戸町、道新町、古間木平の土地の分泌に要した経費でございます。所有権移転登記後2年以内に、住宅建築に着工すること等を購入条件としており、令和6年11月の住居竣工が予定されております。4行下の加工品製造委託料15万1000円は、地域おこし協力隊が試験栽培に取り組んでいるホップを使い、秋田県羽後町の醸造所で作ったクラフトビールの製造委託料です。13節委託料及び賃借料のふるさと納税ポータルサイト等使用料672万2000円はふるさと納税受け入れのためインターネット上の受け入れサイト、ふるさとチョイス、ふるなび、47クラブの利用に際し寄付金額に応じてサイトごとの割合で使用料をお支払いしております。18節負担金補助及び交付金の八戸県域連携中枢都市圏連携事業負担金947万9000円は連携中枢都市圏における連携事業であります県域全体の経済成長の牽引工事の都市機能の集積強化県域全体の生活関連サービスの向上のため実施した
23施策78事業にかかる負担金でございます。負担金の主な内訳は、八戸市立市民病院から三戸中央病院への医師派遣事業負担金657万円、障害者支援区分判定審査会74万2000円、ドクターカー運行事業416000円などとなっており、町民の医療及び福祉の向上に大きく寄与してございます。中断にございます。町内会活性化事業費補助金77万2000円は、町内会のコミュニティ活動の促進及び地域住民の連帯意識に基づく自治意識を盛り上げることを目的として行った事業に対し補助したもので、24町内会中18町内会に交付しております。今年度より対象経費について従来のものに加え、修繕費やイベント時の賄い費用にも使えるよう見直し緩和をしてございます。より多くの町内会に活用していただくとともに、町内会活動の活性化につなげていただけることを期待しているところでございます。その下、町民提案地域活性化事業費補助金79万5千円は、町民のまちづくり活動を促進し町の活性化を図るためのもので、昨年度は2団体に交付しております。春祭りの音楽イベントと川祭りのイベント実施に要した経費の50万円を上限に、対象経費の5分の4を団体に交付したものです。移住定住促進事業費補助金1788万4千円は、移住定住を促進するため住宅の新築、リフォーム、民間賃貸住宅の家賃に対し補助金を交付したものでございます。補助金の交付件数は、新築10件、中古住宅取得6件、リフォーム29件、家賃補助1件、家財処分1件の合計47件で、前年度より3件の増。このうち移住者は、新築が4件、中古物件取得2件、リフォーム2件の8世帯17人で、前年度より3世帯3人の増となりました。その下、結婚新生活支援事業費補助金32万8千円は、新規事業として夫婦ともに、またはいずれかが結婚日における年齢が39歳以下、の方で、世帯所得400万円未満の世帯を対象に、住宅取得費または賃貸住宅費用、引っ越し費用やリフォーム費用を1世帯に対し30万円を上限に補助しております。昨年度は2組の賃貸住宅費用を補助し、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の負担軽減を図っております。一番下の移住支援金100万円は、東京23区などの都市部に一定期間居住し通勤していた方で、三戸町に移住し支給要件を満たす企業等に就業した場合に支援金を交付したもので、昨年度の対象は1件1世帯3人家族が神奈川県より移住しております。62、63ページをお願いいたします。2巻5項統計調査費、一目統計調査費でございます。昨年度は5年に一度の就業構造基本調査を実施しております。主なる支出は、一節の報奨費の調査員と指導員の報酬になります。以上で2巻のうち、まちづくり推進課で所管いたしました分についての補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。政務課長。2巻総務費のうち、税務課関係分について補足説明申し上げます。決算書の56ページ57ページをお願いいたします。2項徴税費、一目付加徴収費は、税務課職員9名分の人件費をはじめ業務執行に要した経費であります。
その主なものについてご説明いたします。10節事業費のうち、印刷製本費326万4000円は、主に納税通知書の印刷に要した経費であります。11節役務費のうち、郵便料132万円は、納税通知書の郵送などに要した経費であります。また、手数料69万3000円では、コンビニ収納手数料61万6000円が主なものとなっております。取扱件数は昨年度より492件増加となっております。12節、委託料のうち、標準値・鑑定委託料は、令和6年度の固定資産・評価外などのために実施したもので、令和4年度の決算額は514万円となっております。評価時点修正業務は、令和6年度の固定資産・評価外に用いる適正な路線価等を算定するため、令和3年度から令和5年度まで3年間実施するもので、令和4年度の決算額は366万3000円となっております。地方税共通納税対応システム回収委託料は、納付方法について QR コード読み取り方式に対応する回収等を行ったもので、令和4年度分の決算額は431万2000円となっております。前年度繰越免許分の軽自動車税基幹税務システム回収委託料は、税務申告、車両検査等にかかる手続きを電子化するためシステムの回収を行ったものであり、令和4年度分の決算額は213万4000円となっております。13節使用料及び賃借料では、地籍図等の管理を行う土地情報システム借り上げ料321万7000円申告支援システムの借り上げ料155万1000円およびそのソフトウェアの使用料、申告支援システムパッケージ使用料171万6千円が主なものとなっております。18節負担金補助及び交付金では、青森県市町村税滞納整理機構へ移管した徴収業務に対する負担金48万3千円が主なものとなっております。22節償還金利子及び割引料の徴税等交付金332万2千円は、減額構成された可燃度分の徴税に対する還付金であります。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。住民福祉課長。住民福祉課で所管しております戸籍住民台帳費について補足説明を申し上げます。58ページ、59ページをお願いいたします。2巻3項1目戸籍住民台帳費は、戸籍簿や住民基本台帳を管理し、住民票や各種証明書の発行のほか、マイナンバーカードの交付事務に関わる経費が主なものであります。2節給料、3節職員手当等は、戸籍班の職員の人件費であります。7節報奨費は、三戸スタンプ会から購入するマイナンバーカード普及促進用商品券の購入費として計上しておりましたが、報奨費では県の補助事業の対象外となる旨の指導があり、3項1目10節需要費に流用したものであります。12節委託料は、戸籍システムにかかる保守や回収にかかる委託料が主なものであります。60ページ61ページをお願いいたします。13節使用料及び賃借料は、戸籍システムの使用料、借り上げ料が主なものであります。17節、備品購入費は、マイナンバーカードのオンライン申請用のタブレット、デジタルカメラ、コンパクトフォトプリンター等の購入費であります。18節、負担金補助及び交付金は、マイナンバーカードにかかる負担金等を計上しておりましたが、負担金の支払いが町経由ではなく、国から直接支払われることになったことなどにより、
支出済み額がゼロになっているところであります。令和4年度の戸籍住民票の届出件数は917件であり、そのうち戸籍関係が491件、住民票関係が426件でありました。また各種証明書の発行件数は12561件あり、そのうち戸籍の証明や住民票の写しの交付割合が 76.1%、 印鑑登録及び証明が 18.7% となっております。マイナンバーカードについてでありますが、令和4年度に新たに交付された枚数は3406枚で、令和4年度末の累計交付枚数は6505枚となっております。令和5年3月末現在の住民基本台帳の状況は、総世帯数が4152世帯、人口は男性が4387人、女性が4727人の合計9114人となっております。昨年同時期と比べ239人の減となっております。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。竹原委員。53ページ2巻1項7目企画費の12節委託料、それから18節のふるさと納税、それから57ページ2巻2項1目付加徴収費、役務費、手数料について3点伺います。まず企画費の12節委託料、マルゴとババンのブル展が八戸美術館で開かれて、訪れた方々を三戸町に誘客し、11匹の猫の町を強力に PR するとともに、ババノブル先生のゆかりの地と石像を巡るバスツアーを行いました。当初は期間中の日曜日に5回実施する予定で63万4千円確保してございましたが、4日間となった理由、それから日曜日実施ですから、前にも私は申し上げておりましたが、三戸町での受け入れ体制しっかり取るべきではないかと申し上げておりましたが、三戸町でどれほど、どれぐらいといいますか、楽しんでもらえたのか、それから商店街での食事等も しましたけれども、それら協力にアピールができたのか、それについて伺います。それから同じく18節、非常に不要額が多いのでありますけれども、ふるさと18節そのものが不要額多いですが、ふるさと納税特産品開発事業費補助金、これの補助金でありますが、返礼品の充実を図り、町や特産品を全国に向けて強力に PR する、安定的な収入を確保して持続可能な財政運営に貢献すること、それが目的でありますけれども、今回、令和3年度と比べても少ない金額し、使用しているわけですが、100万円の事業費が37万9千円になっております。どのような内容で開発をしたのか、これについて伺います。もう一つ付け加えると、
三の輪が事業停止してございますので、その影響もあったのかどうなのか。それから57ページの、11節役務費の手数料でありますけれども、まあ、先ほど税務課長から説明がありましたが、コンビニ収納業務手数料でございますけれども、9000件を見込んで76万5000円を確保してございますが、昨年度より462件増になったという説明でございましたが、納税者の利便性が、まあ、どのように向上し、町の税収確保にどのようにつながっているのか、それらのことをお伺いします。ああ、言い忘れました。ふるさと納税のところで開発でございますが、先ほど課長の説明では、リンゴが、まあ、一番上位であり、次が地域の猫グッズ、そして3位がニンニクの集計までさっき説明いたしておりましたが、3年度は3位にさくらんぼが入っております。4位に、まあ、ニンニクでありましたが、この逆転した、これは質問外かな、逆転した理由をお伺いしたいと思っています。以上お願いします。税務課長、はい、竹原委員の質問にお答えします。57ページ、2巻2項1目、11節の役務費手数料、コンビニ収納手数料、こちらの利便性、納税者に対する利便性の向上、あとは納税の確保にどのようにつながっているかというご質問だと思います。お答えします。これまでの、コンビニ収納以前の、収納体制というのは主に金融機関でありまして、金融機関であればまずは指定の金融機関、あとは時間の制限というのがございまして、3時まででなければ納められないとか、あと振り込みするにしてもまず夜のまず8時9時でなければ納められないということがあったんですけども、現在コンビニ収納を始めまして24時間全国どこでも指定のコンビニエンスストアで納付できるということで、休みが合わなくて納付できないんだよという相談もなくなっております。またコンビニ収納の方、時間のデータも、あるようで、こちらの方で確認いたしますと、やはり夜間の納税というのも結構見受けられるようですので、この辺で、納税者の収納確保ということに利便性につながっているかと思います。以上でございます。税務課長、一般の、会計の方でありますが、件数は8985件となってございます。以上です。まちづくり推進課長、はい、53ページの、ふるさと納税に関するご質問を、数点いただいております。まず一つずつふるさと納税と、あと、丸ごとババアのボル店から のバスツアーの利用というところでのご説明をしたいと思います。まあ、日曜日の利用とですね、5回から4回になった理由、ここはちょっと今お調べしてましたので少しお時間をいただきたいと思います。町の受け入れ体制、まあ、お客様がどれだけ楽しんだかということでありましたが、まあ、コロナ禍にありまして、バスの、まあ申し込みというのも、こちらが予定しているよりもなかなかこう増えない状況ではありましたけども、まあ、暑い中、また天気が悪い日もありましたけども、傘を差しながら、まあ、町内の方、楽しんでいただいております。まず三戸町に初めていらした方とか、
三戸町の、まあ、ほのぼの館とかをですね、新しくなったのを楽しみにして来ていただいた方もいらっしゃいまして、普段であれば、ほのぼの館と石像を見て帰るというところが、ほのぼの館の方では馬場昇先生の幼少期から、学生時代であるとか、その辺の、作品がこういうのがありますよとかいうような説明、さらにバスの中では、それぞれの風景、例えば木金橋では、木金橋から見た風景等のですね、説明であるとか、あとは馬場昇先生のお墓の方によりまして皆様で手を合わせていただくとか、お食事の方は、割烹白山さんの方で、川ガニのひっつみと海鮮丼を召し上がっていただいておりました。その際ですね、まあ、食事の時間というので1時間ほど、休憩時間も兼ねまして取っておりましたが、皆さんのスマホとかでですね、三戸の情報というのは、調べてきていただいたようで、食事が終わりますとすぐ隣の大山田せんべいさんの方に、行ってですね、買い物をしたりとか、それぞれの三戸町を楽しんでいただいているようでありました。最後は、道の駅に行きまして、お買い物等を楽しんでいただき、最後には皆さんで、お見送りをして、やったものでございます。今の、まあ、どれほど楽しんだかというのと、食事アピールの方に合わせてご説明をいたしました。またあのふるさと納税特産品の充実、令和3年度から、金額の方が少ないということでございますけれども、先ほどの補足説明の方でですね、ふるさと納税の今年度、令和4年度は2件ございまして、内容の方は、リンゴジュースラベルパンフの制作に、補助上限額満額の25万円と、冷凍餃子の試作、成分検査表の、作成等で、12万9千円の、合わせまして37万9千円に事業者が、ご利用いただいております。昨年度は、3事業者の64万6千円となってございましたので、まず1件令和4年度は少なくなったというところで、支出額、まあ、決算額自体は少なくなっておりますが、まあ、コロナ禍を終えてですね、まあ、今後さまざまな商品、まあ、ふるさと納税に出したいとかという方もいらっしゃいますので、その辺はあのいろいろ相談乗りながらですね、進めていきたいというふうに考えております。続いて三戸の影響とあったかということでございますが、今の商品開発等につきましては事業者からのご相談があって実施したものでございますので、三戸のまあ、あるなしに関わらずその影響はなかったものと考えてございます。あと、ふるさと納税の、そうですね、寄付額の、まあ、順位の方が、昨年度、まあ、さくらんぼとニンニクの方がこう逆転しているのではないかということでございます。令和3年度の、上位の方ちょっとご紹介いたしますと、リンゴが、63% でまず第1位です。令和4年度は 71% がリンゴ占めてございます。令和3年度第2位が11匹の猫、10.9%、 令和4年度同じく11匹の猫 11.9%、 これはまず同じ割合でございます。令和3年度はさくらんぼが第3位で 5.3%、 令和4年度は第4位にさくらんぼが来てございまして 2.3%、 これはあのさくらんぼの収量によるものでございます。ちなみにニンニク等はですね、令和3年度は、まあ、9位というところで 2.2%、令和4年度はニンニクが 3.4% と、まあ、極端に多くなっているわけではありませんけれども、全体の総数の中で、並びというのは、上位の方がリンゴ、10匹の猫、さくらんぼ、ニンニク、等が、まあ例年上位の中でこう動いているというような形になります。
一旦以上でございます。竹原委員。詳しい説明をいただきましてありがとうございます。丸ごとババノブル店の方ですが、まあ、町の受け入れ体制、やはりその日曜日5回計画をしたということで、その、まあ、4回になりましたけれども、その理由はまあ後からということで今聞けるかと思いますけれども、その受け入れ体制をそのもうスケジュールが決まってますので、ある程度のおもてなしの三戸町をアピールするという点を強調して、こうせっかく92名の方々がおいでいただいたので、それらについてしっかりとこのアピールするということが大事ではないかと思って質問させてもらいました。まあ、食事とこう、まあ、三戸町内を使ったということで、これありがたいと思っていますが、まあ、そのできればもっと広いアピールが必要ではなかったかと思っております。それと青い森鉄道にも協力を呼びかけるというような前の発言でありましたけれども、どういうふうな協力をいただいたのか、まあ、青い森鉄道は定期に運行されておりますので、猫のついた電車をその時間帯に運行できないかというような協力体制をお願いしたと思いますけれども、まあ、その他どういうふうな呼びかけをしてどのような協力をいただいたのか、それからふるさと納税のこの、まあ、三戸の影響はないというふうなことでありますけれども、三戸を設立した当初の目的の中に、地元産品の商品開発ブランド化によるまあ、販路拡大販売というのが当初からございますので、やはりそういう点では貢献をしてもらっていたと思います。まあ、前にも説明を受けていますが、商品開発で17品目、まあ、これが三戸だけの商品ではありませんので、まあ私が記憶にこうちょっとこう残っているのが、ミニ富士っ子ジュースとかミニ富士のチップであります。これらはなかなか商品としてこうアピールできなかった点、非常に人気はあるんですがなかなかこうアピールできなかった点に、そういう点に着目して、まあ、こういうふうな商品を開発してますし、商品の開発ではありませんね、販売の仕方の、開発になると思いますけれども、でもそういうふうな点もありますし、その三戸が行った商品開発を、まあ、三戸が事業停止した、そういう関係を見据えて、ふるさと納税特産品開発事業補助金、とか、国一席三戸城址特産品開発、まあ、補助金とかを作っているわけですので、私は何ら関係ございませんとかいうのではなく、それを担保するためというか、まあ、事業停止また解散するのはやむを得ないと思いますけれども、それをいち早く影響がないように三戸町として、
こういう点があったんだというのがやはりあるべきではないか、そう思って今質問をいたしました。100万円の予算が37万円しか使わなかったというのはやはり、もったいない、そう思っております。それと税務課の方の説明は9000件の、まあ、見込んでいたのが8900件、まあ素晴らしいと思っています。これはぜひ今今後もぜひさまざまな点でコンビニを利用できる体制を築いていただきたいと、税務関係だけでなくさまざまな点でもっと取り込んでいただければと思っております。以上説明願います。まちづくり推進課長。はい、竹原委員の、ご質問にお答えいたします。まずバスツアーの、誤解が4回になった理由、遅くなり申し訳ございませんでした。当初ですね、開催日を7月の3日、17、31、8月は7日、21の5回を予定してございました。そうした際ですね、7月の3日が、八戸市美術館まずオープンして間もないということと、あと、八戸市の方で、コングマ社の元編集長であります関谷さんの講演会が、行われておりました。せっかく来て講演をしていただくということもありまして、そこに、実施する必要はないだろうということで取りやめをしまして4回の、実施にしたものでございます。ご理解いただきたいと思います。またバスツアーに関しましては、人数、まあ、先ほどもコロナでなかなか伸び悩んでいたところもありましたが、それでも来ていただいた方には、アンケートの方も実施しておりまして、特にバスツアー、まあ、今回、感染対策の方、まあ、万全にしてですね、ご利用いただき、まあ、安心しながらまずできましたということで、ガイドさんのご説明であるとか、あと職員も、要所要所でですね、ものの説明であるとか、あとおもてなし等もしまして、アンケート大変好評でございました。いらした方には十分 PR ができたのではないかと思っております。引き続き今年度も実施してございまして、いろんな方に来ていただけるように、また宣伝の方も十分しながら、事業の方は進めていきたいと思います。また、2つ目の青い森鉄道の、協力ということでございますが、八戸市美術館と協力をいたしまして、青い森鉄道のラッピングトレイン、この広告をジャックしまして、丸ごとババのボル展の広告、あとは三戸町のイベント、こういうのやってるよというようなイベントの中吊りの広告等を実施してございました。これは美術館の期間中、まあ、1ヶ月、前も含めまして2ヶ月程度ですか、車両の中の広告を、行ったものでございます。で当日につきましては青い森鉄道さんのご協力をいただきまして、帰りの、時間帯というのは、三戸に止まる、電車、まあ、三戸から出発する電車は、ラッピングトレインを、配車できるように協力をお願いしまして、実際帰りバスは出るんですけども、ラッピングトレイン乗りたいというので、そちらを利用された方もいらっしゃっております。大変喜んでいただいております。3点目の商品開発の件についてでございますけども、この補助金はあくまでも町内事業者に商品開発を積極的に行っていただくための補助金でございまして、三ノ輪の事業というところとはまず先ほどの説明では私は関係ないというところは、まあ、町内の事業者さんに積極的にご利用していただくものの補助金でございますという説明でございます。今後もですね、確かに令和4年度は3年度に比べて2件と1件少なくなっておりますので、このような補助金を十分
十二分に活用していただき、積極的に商品開発の方をしていただけるように PR の方をしてまいりたいと思います。以上です。税務課長。先ほど竹原委員の方からコンビニ収納件数と見込みについて素晴らしいという言葉をいただきました。これを励みに一層頑張っていきたいと思います。税務課の方では庁舎内の方の先進事例ということで、まずコンビニ収納と必要とする核がありましたら情報等を共有していきたいと思います。以上でございます。竹原委員。おおむね説明をいただきましたが、ふるさと納税のこの、商品開発ですが、先ほど来課長から令和3年度はリンゴが 63% であり、令和4年度は 71.5% ということであります。商品開発なかなか難しい、こう相手があってのことで、町としては準備をして受ける体制ですので、なかなかこう難しいと思いますけれども、私はこの 71% がもうリンゴであるということを考えると、リンゴに対する特別ってはおかしいんですが、その三戸リンゴをアピールする商品に特化して補助金出してもいいのではないか。なぜかと言いますと、もう隣接町村、また高い位置で栽培するリンゴ、高原リンゴとか、それらのふるさと納税の申し込みが非常に増えております。どこでも増えているということを考えると、うかうかしていると、今三戸はダントツであります。リンゴに関してはダントツでありますので、余裕がありますけれども、差し迫ってくれと大変だと思いますので、それらの特産品開発というこのことに力を入れてもいいのではないかなと、そう思っております。それとこの先ほど三野はのれを出したのが、今日の新聞によれば三野はの製品にも使用していた加工品ブランド三野製品については、今後一定のルールを決めた上で引き続き使用するとございますので、町としては影響がないと考えていると思いますけれども、その辺緊張感を持って取り組んでいただきたい、そう思います。11匹の猫のツアーのその4回になった理由というもの、やむを得ないと思います。ただ予算を丸ごと使えるように、今後はあるのであれば三戸町の受け入れ体制の方もしっかりと整えるという観点から使っていただければよかったのではないかと思っています。まちづくり推進課長。はい、3回目のご質問でございます。お答えいたします。商品開発につきましては、リンゴが7割というところで、特に毎年のように三戸町の主力産品でございます。生化のものでもありますし、今後、これを増やすと、寄付額がこう増えるとか、需要の方が増えるとなると、新しい農家さんとかのですね、ご協力も必要になってくるかと思います。またリンゴをアピールする商品ということであれば、加工品というふうなことになろうかと思います。新しい農家さん、ふるさと納税に参加していただける農家さんの募集であるとか、商品開発の、
PR、補助金の制度の周知に努めてまいりたいと思います。孫と馬場のボルテにつきまして、当初公開のところが4回になったので、全部使えるようにということでございました。我々もできるだけですね、使いたいなということはこう考えておりましたけども、夏休み期間中に、子どもさんとこう一緒に来ていただけるというふうな期間の設定もあったもんですから、7月8月中ということで、1回、なくなりましたが、それ以上伸ばしてということをせずに、4回で、終えたというところでございました。ご理解賜りたいと思います。以上です。他に質疑はありませんか。千葉委員。45ページ2巻1項2目10節の修繕費と、それから49ページの2巻1項4目18節2点伺います。まずはじめの45ページ2巻1項2目10節の修繕費、939万2300円について、先ほど1箇所での説明でございましたので、内訳を詳しくお知らせください。2点目、2巻1項4目18節の負担金補助及び交付金、運転免許返納者支援事業補助金31万円について伺います。先ほどの説明で返納者が増えているとお聞きしましたが、返納した方の何割くらいの方がこの助成事業を受けているのかお知らせください。あと、助成金の有効期限が限られていますが、期間内で使い切っての利用をされていますでしょうか。もう1点、手続きや申請、周知などで返納者、利用者の方々から事業に対しての声は届いていませんか。事業開始からこれまでの事業の効果など検証しているのか、以上お知らせください。総務課長。はい、決算書のページが、44ページ45ページになります。財産管理費の10節需要費の、修繕費、939万2000円の内訳ということでございますが、主なものはですね、先ほどご説明いたしましたのが、光ファイバー放送設備の UPS バッテリーですねの交換とご説明いたしました。その他については、旧北小学校の屋根の修繕が127万4000円、あと庁舎の冷温水発生器の、ダイヤフラムという弁ですね、こちらの交換が117万7000円、あと庁舎 のガラスですね、2枚組のガラスがあるんですが、そちらの方が1枚破損して21万8000円、あと非常用、自家発電装置の蓄電池の交換が75万9000円、あと、空調の設備の、ポンプですね、こちらの修繕が38万5000円、あと空調設備の、
ダンパークチュエーターという、機器がありますが、こちらの方が209,000円、あと車両の、修繕ですね、こちらが174,000円で、冒頭お話しいたしましたあの UPS のバッテリー、こちらが233,000円、あと最後はですね、光ケーブルの、修繕ですね、これ倒木によりあの 光ケーブルが切れたというものの修繕が392,000円となっております。次にですね48ページ49ページ、運転免許返納のことですが、令和4年度においてはですね、警察の窓口の方で運転免許返納された方が35名いらっしゃいます。これに対して町の方で受付をしたのが37名、2名差が出ておりますけれども、これは以前に前年度に返納した方が2名という状況となっております。あと配布したタクシー券の使用率でありますが、令和4年度は 67.1% となっております。これは年度またがって来年ずれてですね、来年度も使われる予定がありますので、その辺は お含みをいただきたいなと思います。あと利用者からの声ということでございますが、特にどうだという ご意見はいただいておりません。で、ちょっと担当とですね、実は話をしてみたんですけれども、アンケートを取ったらどうかという話を、しておりまして、警察の方とも相談したらですね、警察の方では協力はしますけれども、回収まではしないということでですね、で役場の窓口に来られた方からですね、アンケートを取ってみるかということで、現在アンケートの内容ですね、詰めているところでございます。以上でございます。7.1% ですよね。千葉委員。はい、今のご説明で、旧北省の雨漏り対応の屋根塗装修繕費が127万4,000円ということが分かりました。依然、建物を土留め代わりに使っているという旨の説明を町側から伺った記憶があります。土留め事業は別枠であり、建物の活用の理由となるのでしょうか。先日の一般質問の答弁で、危険区域だということは承知していますが、経費をかけて今後においての使用目的があるのでしょうか。次に返納者支援事業の補助金の方で伺います。声を聞くためにアンケートを取ることを考えてくださるっていう答弁をお聞きしまして、よかったなと思います。ただこの事業の周知については年に一度の回覧板でのお知らせかと認識していますが、広報での周知のみならず、高齢者が集う場所でチラシを渡すなど啓蒙や周知が効果的ではないでしょうか。先ほど警察の方と連携を取るとお話ししてくださってましたが、この免許返納の時ですね、三戸警察署と連携を取って今現在でこの事業のチラシを渡していただくなど行っているのか、今後可能なのかお知らせください。
総務課長。はい、それでは1点目の、三戸北小学校の体育館の屋根修繕が必要かどうかということでございます。まず現在はですね、物置的な、使用をしております。こういった関係から、物置に今入っているものは、それの保全というのもあるんですけれども、そちらの中の物品がもし、他に置く場所がないということもございますので、修繕して使えるうちは使いたいなということで考えております。次は運転免許返納、2点目の運転免許返納のアンケートをやっていると、これ以外について、周知の方法についてどう考えるかということでございます。まず以前にもお話はしたことはあると思うんですが、広報等の周知回数を増やすということは考えているということでございますので、そちらの方は対応してまいりたいと思います。これ以外でですね、先ほども議員の方からご提案ありました通り、高齢者がよくいらっしゃる場所等での周知ですね、施設でありますとか、100歳体操の場でありますとか、例えばの例でございますけれども、そういったところでの、まず情報提供チラシの配布等ですねをさせていただきたいなと思います。最後が警察署の窓口の方で運転免許返納をした際にチラシをお配りしているかということでございますが、こちらの方は警察の方からご協力をいただきまして、町のタクシー券配布しているという内容のチラシを、配っていただいております。あとデマンドタクシーが使えますよとか、という、全体的な公共交通のご案内も合わせてですね、やっているところでございます。以上でございます。千葉委員。はい、今のご答弁で警察署にとても協力していただいている、それからチラシの配布もこれから試みてくださるということで安心いたしました。で、先ほど倉庫としての役割も担っているようですが、貴重なものや資料としてもあるということを先ほどもおっしゃいましたので、整理はどのようにしているのか、雨漏り対策だけで時間を追うごとに劣化腐敗などもありますが、その雨漏り対策と同時にその整理とかどうしているのかちょっとお聞きできればと思います。それから返納者支援事業は安心安全のための暮らしのサポートですけども、扶養をもって自主返納を促すことではありませんが、命に関わることかと、ことかと思いますので、町が拡充して充実した使いやすい申請しやすい環境づくりをお願いしたいところです。この免許返納事業については町長から一言お願いできればありがたいです。総務課長。三戸北小学校の倉庫の整理どうしているかということでございます。物品についてはですね、それぞれ物品を所管している担当課の方で行っております。で、体育館にもあるんですけれども、校舎の方にもご覧になったことあるかと思うんですけれども、校舎の1階の方にあります。で、校舎の方は2階はほぼほぼ物品は置いておりませんので、雨漏りとかの影響は直接は受けないのかなと思っております。体育館については屋根に穴が開くとすぐもう水が中に入る状況ということで、保全してですね、長期に施設を使っていきたいということで考えております。以上でございます。町長。免許返納についての お尋ねということだと思っております。
免許返納制度については高齢者の、命とかそういった安全、また歩行されている方、また交通の全般の安全危険度の低減のため取り組まれていることだというふうに思っております。まず町とすれば、まずこの免許証自体は個人がお金をかけて時間をかけて取得した権利でありますので、まずそこは尊重しながら、しかし警察、青森県警の方とも協力をしながら、この点については努めてまいりたいと考えております。他に質疑はありませんか。柳雫委員。すみません、簡潔に、まとめたいと思います。53ページ、2巻1項7目、企画費、役務費から、ふるさと納税ポータルサイト手数料について確認も含めてお願いいたします。去年は3つのサイトが6つに増えたということでよろしくのかなというのがまず確認で1点でございます。それでその6つのサイトの手数料のそれぞれの内訳が分かれば内訳を教えていただきたいのと、ふるさと納税の件数は3700件ほど増えたということは、承知いたしましたが、ただこの手数料っていうのは、それぞれ、お支払いしているのは6つのサイトで違うとは思います。まちづくり推進課の方ではその、手数料支払っている手数料から売り上げまではわからないとは思うんですけれども、そのふるさと納税の、周知を踏まえてどのようにその結果を捉えているのか、この3点お聞かせいただきたいと思います。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。まちづくり推進課長。はい、
柳雫委員の、ご質問にお答えいたします。まずふるさと納税のポータルサイトの、サイトの方は、全部で6サイトございまして、町で利用しているのはふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、auPay、47クラブ、この6つのサイトを利用しておりまして、そのサイトによって手数料であるとか、使用料であるとか、というので、それは先方 の指定ということで、予算科目をそれぞれに取ったりしてございます。で、それぞれにですね、寄付額に応じての、使用料の割合というので、今その割合についてはちょっとお出しできませんので、後ほど回答の方させていただきたいと思います。申し訳ございません。そのように、その利用率に応じて、そのここのサイトは利用率が高いから、利用率、すみません、使用料が高いから、見直して町ではこう見直しをするとか、というふうなご質問ですが、これは寄付者様側のご都合があろうかと思いますので、10も20も増やすというつもりはございません。ただメインとなっている、そのサイトというのはある程度こう絞り込んで、やりたいと思っておりまして、今後今あるものよりも、利用しやすいものというのがあればそちらに切り替えることはあるかと思います。ただ47クラブにつきましては令和5年3月末をもってサイトは閉鎖になってございまして、この分は今年度からはまず5サイトに変更となるものではございますが、利用者様の方で利用しやすいもの、ダントツに楽天の方がですね一番寄付が多いものでございます。だからといって別のところをですねやめるということではなくて、それがよくて利用されているお客様もいらっしゃいますので、その辺は見極めながら進めていきたいと思っております。の回答になりますがよろしいでしょうか。他に質疑はありませんか。佐々木委員。49ページ2巻1項4目、交通安全対策債の、運転免許返納者支援事業費について、4点ほど伺います。事業の本来の趣旨、目的からすればですね、その年度の純然たる免許の返納者数を捉えるべきだと思いますけれども、先ほど当初の最初の補足説明では、交付申請者数、先ほどの千葉委員の答弁においては、その令和4年では37名だったけれども、警察署での実質の申請者数は35人、返納者が35人だったということであります。この、その年度の純然たるその免許返納者の数というのを担当課では、その年々で捉えているのか、その推移はどうなっているのかというのが1点、あと、令和4年度におけるこの事業の成果についてどのような評価を持っているかが2点目、3点目、2年前 の決算委員会でもこの件に関しては質問しておりまして、その議論の中で、デマンドタクシーの利用の条件緩和を考えてみる、もしくはこちらから提案した商品宅配サービスを支援メニューの中に入れるというようなことを議論させていただきました。令和4年度の決算においてそういうことが反映されているのか、
取り組みがなされて反映されたのかが3点目、それと、決算額31万ですけれども、この節における、不要額が24万、ありますけれども、この不要額というのは、この免許返納事業の部分でいうと、不要額がいくらなのか、その4点、お願いします。総務課長。はい、それでは佐々木議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目、自主返納者数警察に届けた方に対しては、その年度の受付分はその分が来るのが望ましいんじゃないかというようなご意見でよろしいですね。先ほどもご答弁させていただいたんですが、返納者数が令和4年度警察の受付で35名で、これに対して、役場の方の申請が37名ということでございます。これは先ほども言いましたけれども、遡って、申請をされた方が2名いるということになっております。たまたま4年度はですね、35に対して37でありますので、受付、4年度中の35名が、100% 10割来てですね、で残りの2人は、以前に、返納された方というふうな整理をしておりますが、厳密に年度ごとでですね、誰が当年返した方かというところは管理をしておりません。こういう分析も必要だとは思いますので、ちょっと今後ですね、ちょっと分析をしていきたいなと思います。人数がですね、あと成果、2点目の成果について、どう考えているかということでございます。まず先ほど補足説明でも、ご説明申し上げました通り、前年度の令和3年度は50名に対して交付しております。で令和4年度、については58名の方に交付をしております。前年度比較でいうと8人の増となっております。でこれをですね、またさらに遡りまして、令和2年度は50名ということで、年々交付者数は増えている状況となっております。で、これが多いのか少ないのかという議論もあろうかと思いますが、返納者数に対して、見ますと、ほぼほぼ、9割程度達成しているのかなというところで、9割程度の評価でないのかなと思っております。あと3点目、デマンドタクシーの拡充等々について、どう考えるかというところでございます。あと宅配のサービス、というところの取り組みについての状況ということでございますが、4年度においては、こういった事業は行っでございません。行った上での、こういう成果ということではございません。特段の予算化はしていない状況ということになります。次、4点目、決算額令和4年度においては31万円ということでございます。でこの節、の不要額に対してどうなのかということでございますが、
当初予算が45万円となっております。これに対して、決算は31万円という状況となっております。以上でございます。佐々木委員、まず1点目、1点目2点目に関してなんですけども、繰り返しになりますけども、この交通安全対策という趣旨であれば、その、タクシー券の交付者数で、その事業の評価をするのでなく、町内におけるその年の純然たる免許の返納者数の推移というものは、そこに、目を向けるべきだろうというふうに思います。その数字と合わせてですね、これから町全体がますます高齢化が進む、高齢者が増えるという中で、じゃあ どうやってそれを評価していくんだということになれば、やっぱり分母の数というのは抑えるべきだろうなというふうに思います。それをどこに置くか、後期高齢者にするのか、80歳以上にするのか、そこは議論があるかと思いますけれども、どれだけ その対象を考えて、その年度、免許を返納したのかというふうなパーセンテージみたいなもので、今後評価していくべきじゃないのかなというふうに思います。それに関して、再度お願いしたいと思います。あと、扶養額の状況に関しては了解しました。ちょっとまた違う項目、違う質問になるんですけども、その免許返納者に対しての、その周知、等々の議論が先ほどありましたけども、この問題の本質っていうのは、この青森県の三戸郡という、郡部の町において、車がなければ生活が成り立たないという実情があるということは、しっかりと認識しておくべきだというふうに思います。車を免許の返納によって足を奪われた高齢者の方がこの三戸町でどうやって生活していけばいいのかということを考えれば、今の一時的なタクシーの補助券の配布だけでなくて、公共交通の整備のあり方とか、そのほか違うメニューのサービス、全国で言えばさまざまな取り組みを行っている自治体がたくさんあります。そういうものを参考にしてですね、三戸なりの三戸町にあったその、返納者に対しての新しい取り組みというのを考えていくべきだというふうに思いますけれども、それについてどう思うか2点お願いしたいと思います。総務課長、まず先ほどのご質問の、答弁をさせていただきます。まず返納者数の推移の分析の捉え方というところで、事業の効果にもつながると思いますが、多い少ないという見方というのはいろんな視点から見ていかなければいけないのかなと思います。ただ単純に50人が58人になったから良かったというようには捉えておりませんので、あの手この手を使ってですね、1人でも2人でも増やしていただいて、
何が大事かというと、先ほども議員からお話ありました通り、町の交通安全ですね、不良に事故に遭わない、そして事故を起こさないというところがまずは第一点なのかなと思いますので、その辺は、主眼においてですね、取り組んでまいりたいと思います。あと、周知に関してでありますけれども、ここ、3年くらいですね、全国の統計というのを調べてみました。で、そしたらですね、やはりコロナで、公共交通使いたくないので、運転免許返さないで自家用車で動きたいという方の影響があって、若干返納率が落ちているという状況だそうです。で、主には都会の方が返納率が多いんですけれども、特にこういった三戸とかですね、車がなければ買い物にも行けないし、まあ、暑い中ですね、高齢者の方がユニバースに買い物に行っているという状況も考えるとですね、まあ、何かしら公共交通の方の手助けは考えていかなければいけないのかなと思っております。で、2年くらい前にですね、デマンドタクシー、失礼しました、デマンドバスの運行エリアを広げております。泉山とか伊香津市平とか、の方、あと図書館関根周りとかですね、というのところは広げております。で、こういったところでもし、対応できればいいのかなと。で、まあ、現在は高齢者の方も100円でご利用ということになるんですけれども、まあ、そういった交通、町内のですね、公共交通の方で、何かしらの経費の面で支援できる形が取れればいいのかなと思っておりますので、まあ、来年度に向けてですね、検討してまいりたいと思います。以上でございます。町長。ただいま佐々木議員からは、運転免許返納支援事業補助金のところからの運転免許を車を使えない、またそういった足のない高齢者の方々への支援というものも考えていくべきではないのかという、まあ、そういうご質問でございます。これまで、地域の交通、公共交通のことであり、さまざまお話をいただいている佐々木議員でございます。もちろんこの年々、高齢者の数が増えていく、そしてまたやはり運転というものについてのリスクも高まっていく、そういうことを考えますと、自主的に返納された方々にとってもやはりこの買い物というのは大変大事なことだというふうに思ってございます。現在は社会福祉協議会で、さまざまな食事の提供であるとか、あと配達もしておりますけれども、今後そういったものの充実に向けてはさらに考えを深めて、住民サービスの向上に努めていきたいと、そのように考えてございます。佐々木委員。まあ、今回はその交通安全対策という事業について、まあ、質問しているわけですけれども、まあ、先ほど言ったようにはその根底にあるのは、これからさらに厳しくなる高齢化社会の中で、どうやって、その高齢者の方が安心して暮らしていける、町づくりをしていくのかというところにあると思います。これはこの総務課だけじゃなくて、すべての課がですね、あらゆる面で考えていかなきゃならない、必ず、いつかは対応しなきゃいけない問題だと思いますので、ぜひとも前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思います。総務課長の方からは、検討して、見るという答弁をいただいておりますけれども、2年前の決算委員会でも同じような答弁いただいたまま、2年間、また同じ質問をさせていただいてますので、ぜひともですね、
今度こそ結果が出せるような取り組みをしていただきたいと思います。その点最後に答弁お願いしたいと思います。総務課長、来年度実施に向けて、どう、考えていますかというようなご質問だと思います。佐々木議員から、2年前にご提案のありました宅配のサービスであるとか、まあ、デマ宅の拡充というのを私が申した話でございますが、あと、先ほどもあの先ほど私の方から答弁をいたしました、コミバス等々の支援、運賃の支援ですね、等々について、まあ、全部できるか分かりませんけれども、なるべく多くの方に使ってもらって、効果があるのは何かなというところも踏まえてですね、実施について検討させていただきたいと思います。以上でございます。他に質疑はありませんか。藤原委員。2点、お伺いします。1点目、53ページの、18節の負担金のところですけれども、八戸県域連携中都市圏の負担金、947万9000円のところなんですが、先ほどあの内容について説明をいただきましたけれども、医師派遣の部分が600数十万というような、説明で、徳高についての、負担金が41万円とかっていうことでしたが、これについてこの事業自体のその負担金の割合がどのような形で、決まってくるのか、特に医師の派遣の部分については大変重要な事業だと捉えていますので、これ具体的にどのような内容で負担金が決まってくるものなのかというところと、ドクターカーについては三内町の利用、具体的に何名の方が4年度に利用されたかというようなところを説明をしていただきたいと思います。もう1件、45ページ、先ほども質問が出されておりましたが、修繕費のところの、旧三戸北小学校の、財産管理費ので127万4000円をかけて、屋根の修理等が行われたということなんですけれども、財政管理、財産の、管理という部分では、まあ、先ほどの、まあ、説明を聞いてある程度は理解できるんですが、これまでもさまざまなところで学校の再利用云々ということが散々言われてきて、そのたびに北小に関しては、土砂 流入の、危険区域ということになってますというようなことで、なかなかその再利用等の話には持っていけなかったんですが、今回は屋根を直して今倉庫として使っていく、なるべく長く使いたいというさっきほどの説明なんですが、その危険区域ということで指定されているということのところが非常に何か引っかかる部分で、今回のその修理をして長く使うっていうことに至ったその町としてのその危険区域ということのその
なんていうかな、捉え方についてどのような判断があったかというところを、説明願いたいと思います。よろしくお願いします。まちづくり推進課長。はい、藤原委員の、ご質問にお答えいたします。まず53ページにあります、負担金補助及び交付金の八戸県域の連携中枢都市圏連携事業負担金の、決め方ということでございます。まずあの負担金につきましてはまあ、それぞれルールの方がございまして、事業によっては、均等割であるとか人口割またはそれの両方であるとかというふうにこうそれぞれの事業によって違っておりますが、今回のご質問の、八戸市民病院の医師派遣につきましては、それぞれの、ドクターのですね、単価というのが決まっておりまして、それのあとは派遣回数で、実績に応じて今回、657万円ですかになってございます。あとドクターカーの、実績でございます。令和4年度は26件の陽性件数となっております。以上でございます。総務課長。佐野北省の、修繕の件について、お答えを申し上げます。議員のご質問については、わざわざ修理してまで使う必要があるのかというような趣旨ではないですか。土砂流入する区域において、そういったところにある学校あと、校舎について使うことになった理由についてということでございます。まずですね、屋根を直したと、なぜ直したのかというところからご説明をさせていただきます。先ほども来答弁しておりますが、現在倉庫で使っております。で中に入っている物品等々ですね、では他の場所があるかというと、なかなかそういう広い場所も なくてですね、という観点からまあ、そこの建物は維持していこうというようなことでございますが、修繕しないで、じゃあ、校舎解体するとした場合は、まあ、それなりの経費がかかるものでありますし、で、あと放置していれば、穴はだんだんに広がってくる状況というような状況ですぐ、校舎の方が使えなくなるというところでありますので、校舎自体は屋根を修繕すればまだ外の年数は維持できますので、そういった維持の仕方をしていこうかなと思っております。で、あとはかかる経費の代償というのもあると思います。上から石や土砂がですね流入してきて、破損が大きくて、経費がかかるというのであれば解体という考えもあると思いますけれども、現在は軽微な修繕であれば直して倉庫として使っていくというような考えでございます。以上でございます。総務課長。暫時休憩いたします。大丈夫ですか。危険区域のある建物をなぜ使うかっていう理由だと思うんですけど。
よろしいですか。はい、休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。大変失礼をいたしました。答弁がちょっと噛み合わなかったと思います。土砂災害、警戒区域の中にある三塁北小学校について、役場で、役場以外の方に貸し付けをしたり使ってもらうは使い、土砂災害、それではですね、土砂災害、危険区域において使えないものではないかという、例えば、失礼しました。それではですね、土砂災害警戒区域の中にある建物、危険なのではないかということでございます。そういった中でなぜ維持をするのかと、いうことでございます。現在は倉庫ということで使っております。で、常時、人、職員が駐在するような使い方をしておりません。で、一方ですね、以前にですね、結構前なんですけども、建物を利用して、事業を行いたいという、貸していただけないかというようなお話もあったことはあります。でその際はですね、お貸しした場合の危険のですね、捉え方、その事業をやるということは会社や事業場所ということで使いますので、常時人がいるというところであります。でそこで被害に遭われた場合は役場の方では責任は取れませんし、そういった危険があるということであるので、貸し出しをするのはお断りをさせていただきたいというようなお話をしたことはございます。で、話は戻りまして、倉庫であれば人がですね、駐在することもありませんので、被害があるとしても物品等々校舎が壊れるという程度でありますので、そういった維持の仕方をしていきたいということで考えております。以上でございます。藤原委員。まず最初に連携都市圏の、負担金の件で、先ほど、説明をいただきましたけれども、医師派遣の件、これに対して大変いい事業だということを認識をしていて、三戸の側からその医師派遣のことについて、さまざま意見を申し述べる機会があるのかどうか、意見を言っているのか、について伺いたいと思います。それと、先ほどの、旧北小の、件ですが、説明をいただきましたけれども、町の判断とすれば、人が常時いる事態はうまくないけども、物品を、置くのであれば大丈夫だという判断をして、今の、倉庫として使うという、ことで、終了したということの説明だったと思いますが、財産ですので、いかに使わなきゃ使っていくかというのはもうすごく町としても考えて いかなければならないところだと思うんですが、先ほど その人がいるいないで、区割りをまず今回はそういうその区割りで、判断をしたということなんだと思いますが、それからいくと、まずこれと同じ、事案で、例えば、蛇沼の旧小学校の跡地も、危険区域ということだったと思いますが、あそこはまだ現在使われていなくて、もう十数年使われていないというところの
なんですが、もしその場合は週全費として、払っていくようなことがあるのかどうかっていうのをちょっと聞きたいと思います。藤原委員に申し上げます。ただいまの発言は議題外にわたっていますので、質問内容を変えてください。北省の、なるべく、長く使いたいという旨の、お話でしたが、将来のその具体的な、何年というのは現時点で言えるのか言えないのかお願いします。まちづくり推進課長。はい、医師派遣の事業の件で、町側から医師派遣についての意見を申し述べる機会があるかということでございますが、まず市民病院相手あってのお話になりますので、直接お話というのは具体的には我々はちょっと把握していないところではございます。おそらく病院間においてですね、話し合いが、話し合いというか、医師の派遣をしますよとか、この日は行けませんとかというふうな形の話がされているものと思います。以上です。総務課長。失礼しました。佐野駅北小学校についてでございます。具体的に何年で、解体してどうのというところの計画は現在ございません。あと町山小学校のお話にも出たんですが、町山小学校は今現在倉庫にも何にも使っておりません。で、校舎の方も草とかですね、つるが張ってきておりますので、そういったところについては、この前、先日の議会でもお話ありましたが、町民の方、町内会のご意見聞いてですね、解体するとということで進めていきたいと思います。以上でございます。暫時休憩いたします。議事進行。準備いいですか。いいですか。大丈夫ですか。はい。休憩前に引き続き会議を開きます。まちづくり推進課長。はい、先ほどの藤原委員の、答弁におきまして、訂正をお願いしたいと思います。医師派遣につきましては、病院間で行われているものと、ものですので、
私からの、ご説明、答弁の方は控えたいと思います。町長、大変失礼申し上げました。先ほどあの担当課の方からもあったように、その医師派遣の部分については、個別の案件についてそれぞれの町からということではなく、まず全体的な意見として、連携中枢都市圏の首長会議であるとか、そういったあのグループの会議であるとか、そういった中で町側の要望という形では出していく機会はございます。ただ実際にその希望する科の医師が派遣されるかどうかについては、八戸市民病院、また弘前大学、いろいろその大きな医師の移動の中で判断されるものだというふうに思っております。まず今現在来ていただいている整形の医師の部分についても、そういう形でお願いをして、三戸に来ていただいているというところもありますので、今後ともさまざまな形で要請はしていきたいというふうに考えております。他に質疑はありませんか。栗山川委員。ページ数で52ページ、53ページの企画7目企画費の12節委託料です。すみません。11匹の猫アプリ保守委託料と、移住定住ポータルサイト改修委託料のところですが、この移住定住ポータルサイトの改修を行って、アクセス数が増えたとか、それを経由した相談者数が増えたとか、そういった効果反応があればお知らせください。そしてこの11匹の猫アプリの保守委託料なのですが、これは改修とか警備の修正も含まれている金額なのか、そしてこれ2つの件でアクセス数ですとか利用者数ですとか、そういったことでコンテンツの内容ですとか、そういったもろもろ総じてどのような評価されているのかということと、同じページの18節負担金の、町内会活性化事業補助金、町民提案地域活性化事業費補助金、結婚新生活支援事業費補助金、ふるさと納税特産品開発事業費補助金、それぞれ不要額が目立つのですが、これに至る、原因等何か把握されていることが、例えば使いやすさですとか、用途のところで、相談はあったものの、求めている相手が求めている支援とこちら側のその利用条件が合わなかったとかですね、そういったことがあればお知らせください。
ちづくり推進課長。はい、栗山委員のご質問にお答えをいたします。まず53ページの11匹の猫アプリの補修につきましては、回収、軽微な回収等も含まれたものでございます。また、ダウンロード数をご紹介いたしますと、令和3年度に1062ダウンロード、令和4年度1112で合計で2174ダウンロード数となってございます。続いて移住定住のポータルサイトの改修につきましては、令和4年度末に完成したものでございまして、現在ちょっと今現在のものはですね、改修後のやつは把握してございませんでしたので、これまでの、ダウンロード数、ページビューにつきましてご紹介いたしますと、令和3年度のページビューでいきますと 54,764 となってございます。改修によりましてですね、これまでにトップページの方に移住の支援だとか空き家バンクのほか子育てとか教育とかというふうな、アイコンの方も配置してみやすく改修の方をできたと感じております。実際には見やすく、またあと編集の方もしやすくなったというところもございますので、今後皆さんに利用していただき、空き家バンク含めですね、移住定住の、利用の方につながっていただくことを期待しているものでございます。また、18節の、扶養額が、町内会の活性化事業費補助金、町民提案の、地域活性化事業費補助金、結婚新生活、また、ふるさと納税の、事業補助金と、挙げられましたが、じゃあこの事業につきましては、例えば3月の補正、最終の補正というのの、締め切り、予算計上の、締め切りですね、は、1月末であるとか、でございまして、それから3月の定例会が開催される3月の上旬まで、また年度内に支出が見込まれるもの、また急な申請があっても耐えられるような予算の残をですね、見込んでございまして、ギリギリでやるものもあれば、このように補助金を使いたいというふうなものがあれば、相談があるものであれば当然残しておきますし、そういうものがない場合であっても、若干の余裕を見て、予算の、計上をしているものでございます。以上です。栗山委員。11匹の猫アプリの、数字を、ダウンロード数、が2000超えた数字ということなんですが、これは結局その評価としては想定していたより多いんですか少ないんですかということと、なので要するに反応、効果がいい効果を出しているということなのでしょうかと、もう一点が、実際にこのオンデニア、移住定住ポータルサイトを見て、問い合わせをしてくれ問い合わせをしてきた方が実際に、いるのでしょうか。この今の改修された後のサイトを見るとすごく見やすくてですね、以前のものに比べたらもうかなり反応が良くなるんじゃないかなというふうに見ているのですが、実際問い合わせが増えたとかそういったことがあれば教えてくださいという質問をさっきしていました。はい、それと補助金のところなのですが、先ほどの質問で、相談はあったものの求めていることとこちらの条件と少し合わなくて使えなかった方がいるとかそういうことがありましたかという質問をしていました。
まちづくり推進課長。はい、質問に十分でなく申し訳ございません、観光アプリのダウンロード数につきましての評価ということでございますが、まあ、他の、観光アプリを実施している、まあ、やっている市町村と比較いたしまして、例えば、まあ、小田原市は2017年供与開始で、これはダントツ群を抜いて多いんですけれども、まあ、5万件、五島市は2016年に導入をして2000件、美郷町、2019年に、導入して1900件、三戸町は2021年に導入しまして、その時点で、まあ、2174件というふうなダウンロード数でございますので、まあ、他の自治体と、まあ、比較した場合にですね、ある程度、まあ、一定の効果というのは出ているものと考えております。続いて、移住ポータルサイトの、開始によって問い合わせ件数が増えたかというところでございますが、問い合わせにつきましては主に、まあ、空き家バンクのお問い合わせというのはそのサイトを見てのお問い合わせというのが、主でございます。登録数、空き家の登録数とかにも影響するものでありますけれども、まあ、特別その改修をしたことによっての、問い合わせ件数が増えたかというところはあまり感じておりません。これまでの通りでございます。あと各補助金の、扶養額について、まあ、相談があったあって、あったかどうか、そういうものも含めての、残とか、そういうものかということでございますけれども、扶養額に関しては、相談があったので、それを実施し、できなかったというものではそういうふうな相談はございませんでした。以上です。栗山委員。ダウンロード数についてなんですが、まあ、他の自治体との比較での数字というか評価をいただきまし教えていただきましたが、私は別に他の市町村との、比べてそれを効果っていうにはのはちょっと違うのかなと思っておりまして、要は三戸町が、町づくり推進課がこのアプリを何千人くらいの人にダウンロードして、まあ、要するに来てもらってこのアプリを使って三戸町の中を何千人くらいの人に、来てもらって楽しんでほしいかっていう、その課の町の目標値というのと、比べて成果があったのかということを聞きたかったのですが、その特に町としてこのアプリを用意した際にダウンロード数この分目指そうっていうのがなかったというのであればもう結構です。まちづくり推進課長。はい、お答えいたします。導入当時何件というふうな具体的な数値を持って、やったものではございませんが、課と、まちづくり推進課、まあ、職一同ですね、より多くの方にこのアプリを利用していただき、三戸町に訪れていただきたいと、その際に、じゃあどのくらいの、件数があったら、これを導入したらしてよかったなというふうに思えるかというところで、他の自治体との比較をして、あ、結構三戸町は早いうちに、ダウンロードが他のところよりも早めにこう進んでいるんだなと、皆さんの、まあ、需要であるとか、興味のある方、そういうような方々に答えられているんだなというふうなものを感じたものでありますので、今回比較の対象として紹介をさせていただいたものです。以上です。他に質疑はありませんか。
質疑を終結します。